はい、皆様、ナイスと see y ということで、一ノ瀬でございます。今日は、久瀬戸さんの18歳誕生日ニュースについて、海外からご紹介をさせていただきたいと思います。えー、今回のね、久瀬戸さんがね、18歳になられましたよというニュースなんですけれども、割とね、えー、世界各国にね、このニュースが報じられておりまして、まあ、あの元気のないね、えー、日焼けもしていない、えー、そしてこう、ひょろりと、ね、しておられるあのお姿が、まあ、世界中にね、配信されるというね、えー、こういったことになりました。

まあ、そもそも、ね、日本国内でさえ厳重に報道規制が敷かれておりまして、えー、久人さんのエピソードであるとか、まあ、キャラクター的に、ねまあ、誰もどんな人かよくわからないままこの18年という、ね、月日が経過しているという低堕落でございますので、まあ、海外ニュースになるとしても、ねまあ、大体内容は、ね、どこも似たりおったりではないかと思いますが、まあ、今日は少し、ね、目先を変えましてインドのニュース x というメディアからご紹介をしたいと思います。 見出しが平治親王って誰？日本の皇族でおよそ約40年ぶりに18歳になる人物というね、こういった見出しになります。まあここ数年でねかなり皇室に詳しくなった私自身も平治親王って誰？ どんな人っていうふうにねあの聞かれるとよくわかんないみたいな、ねまあ、そんなところがございましてもう私の方がね逆に久トさんって誰どんな人ってね聞きたいぐらいでございまして、まあ、実態はね謎に包まれたままということでございますので、えー、これがねインドメディアからの盛大な皮肉だったら面白いなと思いますが、まあ、単純にねあのインドの皆さんも久トさん誰っていうふうにね、えー、単純に知られてないんじゃないかなというふうにね、えー、思いますよね。 えー、そしてインドの人たちがあの日本の皇室にねあまり詳しくないのではないかというところにつきましてはタイトルの後半でもよくわかるんですが、えー、日本の皇族でおよそ約40年ぶりに18歳になる人物というね、えー、この表現がちょっと間違っててまして、えー、およそ40年ぶりに18歳の成人年齢を迎える男性皇族だったらわかるんですけれども日本の皇族でね成人年齢を迎えられた女性皇族方はこの40年間にもね、えー 複数たくさんいらっしゃいますのでまあ、男性皇族というふうに、ね、書かないとちょっと間違ってますよということになるんですねはいということで本文をご紹介してまいりたいと思いますここから引用となります現在久人さま成人年齢17人のうち最年少で男性皇族は4人のみ久さまが唯一の皇位継承者という立場は女性天皇を認めない皇室の大きな問題を浮き彫りにしている えー、ということでございまして私からの提言ですが秋篠宮夫妻ね次の訪問先はインドに行かれた方がよろしいのではないかというふうに思いますが、まあ、あれほどね講師でございますということでねあちこちで常々アピールしておられる秋篠宮さんですが、まあ、インドではいないことになっているということなんですね。 もうあの次の公益継承者被災戸,戸さんが唯一の皇継承者ですぐらいのね、まあ、そういった扱いになっているということでございまして秋篠、まあ、宮さんもねタイにはよく通っていらして名誉博士号もねたくさんお持ちでいらっしゃいますがちょっとねインドへのアピールが足りないんじゃないですかという、ね、そういった気がいたします。 これも例えばですね悠人さんよりかは皇位継承順位が低くてでなおかつね近所陛下よりもはるかにご高齢であらせられる常陸宮様がまが、あ、実質的にはねもうほとんど皇位継承 行為を継ぐことがないという、ね、その可能性が極めて低いということで、えー、記事内で、ね、触れられていないというのは、まあ、いいとしてあの秋篠宮さんが、ね、いないことにされているのはやはり、ね、これは国際的視点からの、えー、ノーという、ね、答えではないかと、えー、勝手に解釈をしております。 なんかえそんな人いたの?」みたいなね「秋篠宮さんって誰?」みたいなね、えー、そんな感じの存在に <laughs> なってしまっているのではないでしょうかということでございまして、えー、次はね是非「メコン側」ではなくて「ガンジス川」でねなんか「ガンジス川」でね沐浴していただくとなんかいろんな罪がね洗い流せるらしいんですよね。 なんで秋篠宮祭には、ね、本当にうってつけの場所ではないかと思っておりまして、えー、ぜひ、ね、秋篠宮ご夫妻には、えー、ご夫妻で、ね、元日側の沐浴にも、ね、チャレンジしていただき、まあ、多少なりとも、ねえー、罪を、ね、洗い流していただけないかなというふうに、ね、思うところでございます。 まあともかくですねまあいきなり秋篠宮さんが皇位継承順位から外されててまあ存在がなかったことにされてるってねこの記事の内容はちょっとね笑えたなという,ふうにね思いましたはい記事に戻ります日本の皇室にとって注目すべき出来事として妃と新王が金曜日に十八歳の誕生日を迎えた皇室の男性メンバーが成人を迎えるのは約40年ぶりのことだ。 この節目は他の国と同様に急速な高齢化と人口減少に取り組んでいる1000年以上の歴史を持つ一族にとって特に意義深いものである、えー、といったような、ね、記事の説明がありまして次に、ね、ちょっと項目で、ね、分けて記事が紹介されております次の項目なんですが被災都市の人は誰ですかというねこういった項目でございまして、まあ、なかなかいい質問ですね日本国民さえもその実態はよく分かっておりません ということで記事を見てまいりましょう。将来天皇となる予定の北仁信皇は、えー、成人天皇の甥いである。父の秋篠宮公子は1985年に成年となったが、えー、それまでの男性皇族では最後に成人年齢を迎えた皇族である。ということでして、本筋とはちょっと関係ないんですけど、ついにあの私のね、パソコンだけかもしれないんですが、Google 翻訳がね、学習をしましてですね。 これ英語の記事だったんですけれども英語の記事で記事にはですね「クラウン・プリンス・秋篠」というふうにね書いてあったんですよ。でこれをまあ直訳いたしますと秋篠宮皇太子っていうふうにね、まあ、あの訳すんですね。で機械だったら当然そういうふうに訳すと思うんですよ。 で、えー、グーグル翻訳が今まではねこの「クラウン・プリンス・秋篠」というのをやはりその英単語通りにね「秋篠宮皇太子」というふうにね自動翻訳してたんですがあの今回学習しましてですね今回初めてグーグル翻訳自ら「秋篠宮皇子」というふうに訳したんですよね。なのでその「クラウン・プリンス」というねこの皇太子という単語の後にアに「秋篠」というのがついたら「皇子」というふうに訳すというね この皇太子と皇子の区別を、まあ、ついにグーグル翻訳が学習したというねなんか素晴らしい出来事が起きていたというね。 ググール翻訳なかなかねあの学習するなというねちょっと実感したというようなことでございまして、えー、ちょっとと記事に戻りたいと思い思ます、えー、現在悠仁さ様は成年皇族17人のうち最年少で男性皇族は4人のみ悠仁さ様が唯一の皇位継承者という立場は女性天皇を認めない皇室の大きな問題を浮き彫りにしている日本政府は女性継承に頼らずに安定した継承を確保する方法を検討している。 戦前の伝統的な価値観を継承する1947年の皇室典範は「皇位につけるのは男性のみ」と定めており一般人と結婚した女性皇族は皇族の地位を失うと定めている。えー、ということで一応ちょっとここまでがね「あの久人さんって誰?」という、ね、項目だったんですけれども結局あのほとんど答えは出ていないというね <laughs> 答えは何も書かれていないということでございまして、えー、結局のところ「金城陛下のおいで」。 秋篠宮さんの息子で、えー、皇室内では最年少でこういう継承者ですよっていうね、まあ、この何、えー、て言うんですか本当にこうごくごく一般的な情報だけでして、まあ、彼のキャラクターであるとか、まあ、人柄とかね何かちょっとエピソードみたいなものは一切ないっていうことでございますね。 まあそのように非常に薄い内容なんですけれどもでも本当にねこう情報規制がされている以上書けることってそれぐらいしかないですよね久渡さんって「誰?」って言われても、まあ、確かにそれぐらいしか言えないなっていうね、まあ、そんな感じがいたします、まあそれプラスはやっぱりねあの進学関係でね、まあ、いろんなこう <laughs> あの裏口っぽいね、えー、ずるっぽいことがあって。 た人ですよ。っていうね。まあ、そのぐらいしか言えないということでございますね。はい、次の項目です、えー、女性は好意につくことが許されないのですか？というね。まあ、非常にいい質問がなされております、えー、読んで参りたいと思います。天皇陛下と皇后雅子様の唯一のお子様である。愛子さまは、将来の天皇候補として国民に大変人気がある。しかし、現在の法律では直系であるにもかかわらず、天皇になることはできない。 女性天皇を認める案は悠仁さまが2006年に誕生した後棚上げとなった2022年1月政府の専門家会議は女性皇族が結婚後も皇族の地位を保持できるようにし男系を維持するために廃絶した皇族から男性の子孫を養子に迎える措置を政府が検討するよう提言した批評からは男性のみによる皇位継承制度つまり歴史的にかつては側室に依存していた制度が存続する限り こうした措置は不十分だと主張する。えー、ということで記事は以上となります。で今回ねインドの記事をご紹介したんですけどあの私他のね海外の記事も見たんですけどおそ、まあ、らくですね AP 通信さんが出した記事っていうのがあって。 で他のいろんなね海外メディアもこの AP 通信さんの記事をベースにしているというね、まあ、そういったあのメディアが多かったんですね。なんでまあ、ほぼほぼですね AP 通信さんと同じ内容になっているところが多かったということなんですが、まあ、ただしですねこう冒頭にあの「被災人さんって誰?」っていうね、まあ、この一言を持ってきたりだとかあとは皇位継承者のね リストから秋篠宮さんを外してるというか秋篠宮さんがいないことになってたりなど、まあ、若干ですねインドメディアなりの、まあ、オリジナリティーを、ね、感じるところがあるんですけれども。 まあでも秋篠宮さんを皇、ね、位継承者からしれっと外しているあたり、まあ、もしかしたらねインドのモディ首相からの強いお気持ちでねあのインドメディアを、ね、統制したのかもしれないなっていう、ねまあ、そんな可能性も <laughs> 絶対ないと思うんですけどちょっととな感じがいたしましま、えー、ちなみに同じく AP 通信をベースとした US ニュースというねアメリカのメディアの記事もありまして、まあ、ほぼね内容はこのインドの記事もね この US ニュースという記事も AP 通信さんの記事をベースとしている分ほとんど同じ内容なんですけれどもこっちもねさらっとね Google 翻訳したんですけどこっちも Google 翻訳がねいい仕事をしてくれてまして英語の原文ではクラウン・プリンス・秋篠となっているのでこれもね同じく普通に自動翻訳すれば秋篠宮皇太子となるべきところ普通に秋篠宮さ様って訳してて <laughs>。 もはやグ、えーグルのね自動翻訳でさえ秋篠宮さんを、えー、素直に皇太子とは訳してないというねクラウンプリンスという言葉があっても後ろに秋篠ってきたら皇子って訳したりねもう単に秋篠宮様と訳したりなんかあの石でも皇太子とは訳さないみたいなね何かそんなグーグルもかなりこう学習をしてまして。 なんかインフォメーションテクノロジーのね進化を強く感じたというね、えー、そんな気がいたしました。 はい、という,うなことでございまして、今日は、ね、久井人さんの18歳誕生日ニュースにつきまして、えー、海外ニュースから、えー、ご紹介をさせていただきました。チャンネル登録、高評価、コメントなどをいただけましたら、今後の動画作成の励みになりますので、よろしくお願いいたします。なお、ただいま、利の美愛子様の立体師を目指す皇室天般改正を希望する署名活動、9月末まで延長して行っております。 大体いい今現在のところネット署名だけで1万トンで700人ほどねご署名を頂戴しているところでございます概要欄に署名ページへの URL を記載しておきますのでご賛同いただける方はぜひご署名をお願いいたします紙の署名紙をご希望の方は概要欄に記載のリンク先からダウンロードしていただくかダウンロードが難しい方は同じく概要欄に記載の私のメールアドレス宛てに署名用希望というタイトルでお名前と郵便番号ご住所をお知らせくださいましたらご輸送で発送させていただいております ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。